はいどうも皆さんこんにちは、ツナカンです。今回はハンガーゲームズやっていきたいと思います。今回のマップはウィルドオブチェンジってマップだっけな、そんな感じの新しいマップです。ではやっていきましょう。2、1、スタート。オッケー、スタートラッシュ成功。チェスト入ってない、マジですか。ここなんでチェスト入ってなかったんでしょうか。まあね、金の人参取れたんでオッケーです。はい、でね、久しぶりの実況ですね。ちょっとまた親に怒られてですね、まあ、そう、ちょっと入ってないし、なんか MCSG ブリザーランド2もそうだったんですけど、こういうバグがいっぱいありますね。で、ここはレアチェルトとかまだ全然ないので、ハイブだったらこれがチェストですね。ハイブだったらこのチェストの量やばいですね。あ、ありました、レアチェ、カモン。入ってない、なんていうこと。あ、あっこにもチェストありますね。あ、ちょっと敵がいるんですけど、まあ大丈夫でしょう、生きていける。オッケー。はい、で、スカイプをよく、送ってくださいって言われるんですけど、オーマイガー、レアチェスト。はい、送ることは基本自分からはしてません。すごいですね、ここだけでほぼフル装備。じゃあちょっと剣とかないんで、剣とか探しに行きましょう。開けられてる。来てないですね。入ってないのかな、ここら辺のチェスト。はい、こちらからは申請じゃないわ。あ、はい、すいません。申請してくれたら、その時はまあ許可してますけど、基本こちらから送ることはしてません。まあ理由はまあめんどくさいから。はい、あー、やばい、できますね。ちょっとチェストの中身がないってバグちょっと辛いですね。まさかのレアチェストしか入ってないとか、そういう、あ、やばい。あー、鉄剣、電子剣か。はい、で、あとは、はい、ツナカン IFY っていう自分のサブアカウントっていうか、まあ、サブアカっていうのも変。お、ラージチェスト。取られてる。はい。まあ、アカウントあるんですけど、そちらはですね、まあ、リア共にバレてるのでリア戦として使ってます。はい、まあ一応チャンネル登録そちらも募集してるので、ぜひしてくれる方いたらまあね、お願いします。最近あんまり返信してないんですけど、もしかしたらまた、いや、やる予定なんですけど、まあ多分春休みそんぐらいにまたアップロードを開始すると思います。やばい。クソ、何も入ってないですね。武器ぐらい1個欲しいんですけど、お、これぐらい入ってるでしょ。入ってない、ちょっとやばいですね。あ、棒が入ってましたね。まさかのやっぱ取られてるパターンかな。お、やりました、ちゃんとチェスト入ってましたね。ちょっと飯とかないんで、あの人倒しましょう、武器ゲットしたんで。 OK で、スプリントキー使うときはね、自分むっちゃゴーストフィックスバグ起きるんで、誘致し来ないで見ました。OK。OK、GG。はい、一回殴るごとに、まあ、逃げられてしまったら、こうやってね、ガードすることをおすすめします。まあ、理由は、本当にね、最近多いです、私は。私は。OK。で、あと、11人ですね。頑張っていきましょう。で、まあ、ツイッターではよく言ってるんですけど、新しい誘致士の書き方をね、まあ、考えつきました。私が考えついたわけではないんですけど、まあ、あるね、僕のリアル友達の方の方がね、新しい技を考え出しました。まあ、その技はですね、ちょっとその友達がふざけて、1日で250回優勝するんで、それを、ノルマを達成するまでは教えちゃいけないって言われてるんで、はい、それはまあね、今はちょっと教えることができないと思います。まあ、動画撮ってない時に基本使うので、まあそれ見ていただければ多分わかるんじゃないかなって思います。そして今なんか敵が見えた気がします。で、タイニーだと弱いとかそういうね発想あると思うんですけど、別にタイニーでもね、切りなしにすれば敵スケールし、
まあ若干視界が見づらいっていうのもあると思うんですけど、まあ対にでも利点は結構あると思うので、はい、まあ自分は、そこで強くなるとかそういうのはないと思います。なんか戦う練習してますね、頑張って。いや、ジジイこの人ゴッピンかな、なんか今の戦い方からして結構当たってきたんで、はい、あ、じゃあちょっとね、剣作りましょう。確かここの上にね、先ほどあったはずなんで、あ、ここにありますね。オッケー、おお、敵、あー、触れたみたいですけど、すいません、ソーリーと。はい、まあ自分はアイファンって言われても基本ね、まあ多分倒しに来る人ほとんどなんで、まあ殺しに行きます普通に。はい、で今ハッカーモンタージュっていうのと、なんだっけな、普通のモンタージュかを作ろうと、おお、計画してます。ケジジ計画してます、てか作ってますですけど、まあね、そこまでかっこよくないので、まあね、ちょっとファインプレーをこれからね、いっぱい取れたらいいなって思ってます。あ、こっちか、オッケー。で、ツイッターのフォロワーがですね800人超えました、ありがとうございます、本当に。あ、まあツイッターの方は結構ね、まあ、いろんな方フォローしてるんで、お、これは自分の持ってない足を持ってる人なんで美味しいですね。こんなとこでチェスト開けるとか。オッケー、ジジ。まあなんで、はい、です。はい、ツイッターの方のフォロワー800人で、まあそっちは結構ふざけてます。ツイッターは。なんで気軽にねリプライ送ってくれれば絡みますので、はい、ぜひ送っちゃってください、フォローとか。はい、でフォロー返しはですね、まあ結構絡んでくれた人には必ず返すようにしてます。それかまあフォローしましたって言ってくれれば、はい、フォロー返すので。あで、アバリシアがなんか変わりましたね、また。これいらない、なんかデスマッチ会場みたいな場所あるじゃないですか、最後のあっこがなんかね逃げれないようになりましたね。前からちょっとそういう話聞いてたんですけど、まあ、本当になるとは思ってなかったんでちょっと驚きです。あと5ピンが3人もいるからちょっと怖いんですけど、まあ、5ピンってもね、あ、5ピンの人のスタッツ見ときます、一応。ここら辺に乗って、あ、お、これはいけるかな。はい、自分は534回、お、いました。まあね、見つけた敵は逃さない主義なんで、であと少しで700位以内に入りますね。感動です。おお、めっちゃ当たる。この人5ピンですね。はい、5ピンの人ほんと攻撃がねもうえぐいぐらい当たるんで、自分も回線変えたら5ピンがいいなとは思います。 OK し、あ、あれですね、しって言われましたね、し、死ねって言われてたらちょっと泣いてましたけど、まあ C までならいいでしょう。この人倒せばデスマッチ、あー、ブーストしてしまった、あれ当たんないかな、した OK。 自分結構立ち回り下手くそだと思うんですよね。よっしゃ、てつる OK。ではデスマッチ頑張っていきたいと思います。
多分優勝いけると思います。でもさっきね、ゼロ回優勝の2人チームに結構 HP3 ぐらいまで追い込まれてましたね。まあその時はレックしてなかったんで、残念ながら取ってなかったんですけど、まあモンタージュにできれば結構良かったかなって今では思ってます。まあモンタージュ作ろうと思うと結構なね HDD に容量かかっちゃうんで、あんまり、ね、容量かけたくない自分にとっては辛いんですけど、って言っても HDD2テラあるんで、あるんで、ウィッスあるんで、まあ余裕なんですけど、はい、ではデスマッチ頑張りましょう。お、これは、お、またデスマッチ会場、これも変わってますね。では新しいヒューチ石を使わないようにちょっと注意したいですね。痛い、え、これ雷始めから鳴るパターン、危ない、イエイ、ジジ、おお、ここもロビーゲームの昔と同様で雷がスタートから鳴るんですね。おお、危なかった、ジジ。はい、ではね、今回無事優勝することができました。はい、一発撮りです、一発撮りです。そして2連勝です。はい、ではね、今後あとね、このキーボードを早く買ったらもうねレーザーで一色染まるので、はい、そうしたらもう僕はさらに強くなると思います。ではね、回線 4P の僕ですが、今回はこれで終わりたいと思います。最後まで見てくれた方、ご視聴ありがとうございました。それではまたよろしくお願いします。さよならー。